うん、いいねあの子たち。風神ライジングだっけ。たまる。はい、急に演奏順が最初になったからもう少し緊張してるかと思ったけど、のびのびやってましたね。若さ全開って感じだったな。嫌いじゃないぜ。俺らそんな若くないしね。全員アラサーだしな。ちょっとこれから僕らの番ですよ。なんでそんな気分落ちるようなこと言うんですか。つっても事実だしな。ギリ20代ってトモルとジュンだけだろ。そうですけど。ステージの上では年齢なんて関係ないよ。大事なのはどれだけ素晴らしいパフォーマンスができるから。ああそうだな。フェリックスさん、いいこと言うなあ。どうかしたか、ジュン。靴ひもが急に切れた。よかったじゃねえか、始まる前で。いや、小春さん、これはきっと不幸の前兆だ。きっとギターの弦が切れたり、アンプが爆発したり、トモルに会社から急な連絡が来たり。やめろよ、そんな不吉なこと言うの。トモルの会社ならありそうだな。バンドやってるの言ってないんだろ。ダイモンさんまでやめてください。あ、まあ確かに言ってませんけど。みんな今は普段の仕事は忘れるんだ。もうすぐ僕たちのライブが始まるんだからね。ここから先はファントムイリスのステージ、闇深き吸血鬼の世界だ。ああそうだな。いやー、よっしゃー、客どもに俺たちのハードなライブを見せてやろうぜ。お、ザックのスイッチも入ったみてえだな。では始めましょうか、我が君。ああ行こうか。さあ我が愛しき眷属たちよ、今宵も君たちを連れて行こう。我がいざないのもと、白銀の百合咲き乱れし赤き世の彼方へ。お疲れ様でした。あのすみません、僕この後会社に戻らないといけなくなって。後の打ち合わせとかは俺とダイモンでやっとくから、気をつけて行ってこい。トモル、アイシャドウが落ちきってないぞ。ありがとうございます。ってあれ、ジュンは？そこでへこんでるよ。ごめんトモル、ライブ袖で転んだのもギターの弦が切れたのも残業明けのトモルがこの後また会社に戻らないといけないのも全部俺が不幸だから、靴ひもが切れたからだ。どんだけすごい靴ひもだよ。いや、じゃあひもなしの靴履いてくれよ。そうだよジュン、気にすることはないさ。トモルが少し働きすぎなだけだ。急な仕様変更があったんで仕方ないんですよ。途中で仕事を放り投げることなんてできませんし。ほんとクソ真面目だよなトモルは。明日の2日目のライブはどうするんだ。無理に見に来なくてもいいと思うが。いえ見ます。東京に来るとき仕事もバンド活動も両立するって決めたので、今回のフェスに優勝してそれを証明するんです。うん、いい心構えだ。頑張りなよトモル。すみません、それじゃあお先です。